はい、それでは次はですね、1.5.3 項の展示行列、特殊な行列に進みたいと思います。で、教科書24ページからです。まず、展示行列ですけれども、これ24ページに定義ありますが、まあ、行列 A を M 行、N 列の行列とします。で、この時に、その IJ 成分が A の JI で与えられる行列、A の、N 行、M 列の行列ですね。これを、まあ、A の展示行列といって、で、まあ、この A の左肩に小文字の t と書いたり、A の右肩に大文字の t などと書いた記号で表します。で、具体的に言いますと、もともとの行列 A というのは、この A の1行目が A の11から E の 1N、2行目が A の21から A の 2N などとして与えられている行列なんですけれども、A の展示行列では、この、例えば第1行がですね、そのまま第1列に移ります。A の11から A の 1N がこんなふうに第1列に移ると。で、もともとの A の第2行は、A の展示行列は第2列に移るといった形で、こう、成分が全部動くんですね。で、これはその、まあ、いちいちこれ全部書くのが面倒なので、まあ、この略記法で書きますと、A の展示行列は、もともとの A の成分を使うと、A の JI ですね。JI 成分を、こちらでは A の展示行列は IJ 成分に持つという形で書くことができます。であとちなみにですね、この A の展示行列に使われているこの T の記号の由来なんですけれども、まあ、展示の T でもいいんですけど、一応正しくは英語でトランスポーズと言いまして、トランスポーズの T です。ということです。であと書き方なんですが、割とですね、純粋数学では A の左肩に小文字の t で書く場合が多いようですが、工学などでは A の右肩に大文字の t で書くような場合があるので、まあ、その辺もちょっと本など資料によって書き方が若干異なりますので、あまり驚かないでください。大体意味は同じものです。はい、でこの展示行列については次の性質が成り立ちます。一応教科書の24ページにあるものを命題としてまとめておきました。1番は A と B がともに MN 行列のとき、A と B、A プラス B の展示行列は A の展示行列と B の展示行列の和に等しい。それから2番目は C がスカーラーのときに A の C 倍の行列の展示行列は A の展示行列の C 倍に等しい。で3つ目は、A の展示行列の展示行列は A 自身に等しい。で最後4つ目は、A が M 行 N 列、それから B が N 行 L 列の行列のときに、A×B の展示行列は B の展示行列と A の展示行列の積に等しいというものです。まあ、展示行列の、これ、基本的な性質でして、今後、いろいろなところで、いろいろな性質、行列に関する計算や証明を行うときに、使われますので、一応、忘れたら、思い出してください。まあ、忘れるなとは言えないので、忘れてしまうことあると思うんですけど、忘れたら思い出せるようにしておいてください。で、一応、1番から3番はですね、多分、優しい、から読んだけを確かめようと教科書に出ておりまして、僕も同意見ですので、1番から3番はちょっと皆さんでそれぞれ示してみてください。読んだけちょっと証明のアウトラインをここに示します。その A×B の展示行列の IJ 成分というのを考えると、これ展示行列でしたから、これはもともとの AB の JI 成分だったわけです。で、AB の JI 成分っていうとですね、こんなふうに AB の JI 成分っていうのはどのように計算されるかっていうと、行列 A の、この場合第 J 行ですね。行列 A に関しては第 J 行。それから行列 B に関しては第 I 列を選んで、その第 J 行の一番左から、また第2ですね、第 I 列の一番上から弦を、成分を順々にかけて、足していくと。という形で、この行列 AB の JI 成分を求めております。ですので、まあ、こういうふうにこう選んでいると。
で、これをですね、その天地行列を使って、このような成分の積の和を書こうとするとですね、実は、この B は天地行列を取って、左側に持ってくる。で、A は天地行列を取って、右側に持ってくる。そうしますと、この B の天地行列の第 I 行と、A の天地行列の第 J 列の、積の和を取っていることと同じ計算をしていることになるわけですね。ということで、まあ、このことから、その AB の天地行列の IJ 成分っていうのが、まあ、この B の天地行列の第 I 行と A の天地行列の第 J 列の成分の積の和になるということで、この4番目の性質が示されるということになります。まあ、これもちょっとピンとこない人はですね、やっぱり 3×3 ぐらい の行列を自分で実際に作って、やっぱり計算してみると良いと思います。数学ではですね、こういう実際に自分で計算をして確かめることをですね、手を動かすって言います。実際に手を動かしてみましょうっていうのは、まあ、じっと見ててもなかなか理解は進まない場合が多いでしょうし、それから頭の中だけで考えるとなかなか大変です。ですので、手でいろいろ書いていきますと、その自分がどこが分かっていて、どこが分かっていないかっていうことが、はっきり分かります。自分が分かっているものは書けますし、分かっていないものは書けません。ですので、自分がどこが分かっているか、どこが分かっていないかということを自分で手を書きながら確認して、さらに分かっていないところをもう少し調べて、自分で書けるようになると。そうすると、自分が理解が進んだということはちゃんと分かると思います。ですので、まあ、分野によって手を動かすというのが何を指すかというのは多分異なると思うんですよね。きっと科学も手を動かすと呼ばれるいろいろな研究行為があると思いますし、地球科学もですね、同じように手を動かすというのはどういうものを指すかというのはいろいろあると思う。分野で違うと思うんですけれども、まあ、数学においては手を動かすというのは自分で 数式や何やろいろいろ書いてみるということなので、ぜひ書いてみてください。はい、で次の定義ですけれども、対称行列ですね、ここからは25ページにありますが、対称行列は A の天地行列が元の A の行列に等しい場合、これを満たす正方行列ほど対称行列と言います。一応注意ですけど、この天地行列が元の行列に等しいということは、行と列の数が等しいということで、正方行列ですので、まずそれに注意しておいてください。で、同じ似たような概念で交対行列というのも定義される言葉があります。これは A の天地行列がマイナス A になるような行列ですね。これも交対行列、もしくは Y 対称行列と言いますけれども、まあ、これも正方行列ですので、注意しておいてください。はい、じゃあ次がですね、対角行列です。これも25ページに言葉の定義があります。で対角行列もしくはスカラ行列というふうに呼ばれているんですが、これは対角成分以外がすべて0であるような対称行列ですね。これを対角行列と呼びます。で、まあ、図ですと、式でこんなふうにですね、この対角成分だけ何か成分があって、それ以外の上や下の成分は全部0ですね。で、これはいちいち0の成分を書いていると、面倒ですから、もうゼロでない対角成分だけを書く記法というのがありまして、このようにダイヤグって書いて、カッコで、その対角成分だけをこうカンマで囲って書いて、カッコカンマで書こうという書き方があります。で、このダイヤグというのは、英語で対角成分、対角を表すダイヤグになる、斜めとかですね、そういう意味の略です。で、次に、スカラー行列ですけれども、その対角行列の中でさらに、特殊な行列で、対角成分がすべて等しい行列ですね。で、まあ別の言い方をすると、単位行列のスカラー倍とでも言えますけれども、これをスカラー行列と呼びます。例えばこんなふうに、対角成分がすべて A であるような行列ですね。対角行列のダイアグっていう記号で書くと、この A が全部並ぶというような形になります。で、ここで、一つ、教科書の25ページには、例題 1.3 というのがありまして、で、まあ、ちょっとこういう証明はですね、一回、どういうふうにこういう証明を考えるのかっていうのをデモンストレーションした方がいいかなと思いますので、ちょっと取り上げます。一応、ここでは命題というふうに書きました。内容はまず次のようなものです。この行列 A、これは N、N、
N 次正方行列ですね。N 次正方行列がですね、そのすべての X はこれも N 次正方行列なんですけども、に対して A×X イコール X×A を満たすというような場合にならば、A はスカラ行列ですという性質ですね。で、まあもちろんこれは自明な事実ではないので、数学では証明するんですけれども、まあ教科書に書かれている回答はですね、まあ一つの証明なんですけど、ちょっとやや技巧的な部分があるかなというふうに感じたので、ここではもうより単純な発想に基づく証明を示したいと思います。で、この教科書の証明の解説は、僕の講義ノートの方に書いてありますので、興味のある人はそちらも参照してください。で、まず、このような、定理を、定理とかこういう問題を示せという問題をどうやってに取り組むかなんですけれども、まずは、スタートとゴールを明確にするということを、我々数学とはよくやっています。で、今回の命題の場合ですと、ゴールとしては、この A はスカラー行列であるということを示しなさいということですので、じゃあスカラー行列、A がスカラー行列であるということは、具体的に何を示せばいいのかというのをチェックします。そうしますと、先ほどこれはスカラー行列の定義からですね、対角成分はすべて等しいと。A の11、A の22から A の NN はすべて等しいと。まずこれが一つありますね。もう一つは、この A の IJ っていう成分で I と J は異なるところ、すなわち、対角成分じゃない成分は全部ゼロですよということですね。だからこの2つの、数学的な式を示せば、この A はスカラ行列だってことが示せたことになります。で、スタートと地点として、与えられているのは、すべての X っていう行列に対して A×X イコール X×A が成り立つっていうことを言ってます。そこで、こういうことが成り立つっていうことなんで、とりあえず今までこの授業で我々が得た知識でできることとしては、この行列の積ですね、A×X の IJ 成分と X×A の IJ 成分を比較して、それらがこう全部等しいというときに、どんな性質が成り立つかなっていうことを探っていくことにします。ということで、まずこの、A×X の IJ 成分と X×A の IJ 成分というのを比べるわけですけれども、A×X の IJ 成分をとりあえず先ほどのような形で小文字の AX の IJ というふうに書きます。それから XA の IJ 成分も同じように小文字の XA の IJ というふうに書きます。で、これでその、I が1から N、それから J が1から N を渡ったときに、この AX の IJ 成分と XA の IJ 成分がもし等しくなるならば、この行列 AIJ、AA の成分、AIJ ですね、A の AIJ にどんな性質が成り立たなければならないかということを探していきます。で、ここで行列の定義からですね、この AX の IJ 成分っていうのは、A の IK 成分と X の KJ 成分の積の和で表せますと。それから XK の IJ 成分は、X の IK 成分と A の KJ 成分の積の和で表されますということをまず、こういうふうに書いておきます。で、そうするとですね、今、X の IJ 成分と XA の IJ 成分、このように書いたんですが、今、これは、仮定ではこれが等しい、全部等しいっていうことなんですね。で、この両者が等しいということは、これ引き算すれば、ゼロになるはずだっていうわけです。で、こういう式を与えられます。で、これを、この和の式をですね、こう展開します。そうすると、和の式はですね、こんなふうにバーッといろんな、A と X のいろんな成分の積の和が出てくるんですけれども、ここでちょっとよく見てるとですね、X の IJ 成分が出てくる積がこう2個あるんですね。それ以外の成分は全部、X のなんとか行と列っていうこのインデックスが全部異なるんですけれども、この X の IJ っていうところだけ、こんなふうに2個成分が出てくるので、ここをまとめてみます。そうしますと、この下のような式で書くことができるわけですね。で、ちょっとこの式上に持ってきますと、今この式、ここに持ってきましたけれども、で、これをじっと見てみます。で、これがすべての、X の IJ 成分について、これが0になるということなんですね。
で、すべてのこの XIJ に対してこの式が0になるために必要な条件というのを考えてみると、一つは、ここですね、A の II マイナス A の JJ が0になっていれば、この X の IJ が何の値ときても、まあ、こっちは0になるだろうと。それから、あとはその、この A の残りの成分ですね、A の残りの成分、II と JJ 以外のすべての成分が、まあ、0であれば、まあ、この、上の全体は0になるだろうということが分かるわけです。で、以上をまとめると、まず、まず A の II は A の、まあ、JJ、すべて の I と J、等しくない I と J ですね、これ I と J は1から N の値を取りますけれども、その1から J の値、1から N の値を取る I と J に対して、A の II は A の JJ に等しいと。それから、I と J が等しくなければ A の IJ は0に等しいということが分かるので、まあ、この2つの事実から、A はスカラ行列じゃなきゃダメですよねっていうことになると。まあ、そういうのが証明の道筋となっております。はい。ということで、とりあえず、この証明のですね、道筋をまずお見せしましたので、もう一回、復習の時に、どういう道筋でこう証明していったか、そして、そこで、どういう性質、行列の積に関するどういう性質を使って、こう、示したいことを示してきたかっていうことを、確認しておいてください。はい。で、次、26ページですね。これは例題、教科書では例題 1.4 として示されているものを一応まあ、命題として書いたものです。で、どういうものかと言いますと、すべての正方行列は対称行列と交対行列の和に一時的に表せるということを言っています。で、まあ、回答というか証明はですね、教科書にありますので、ちょっとこれは練習があったら皆さんで読んで、考えてもらうといいかと思うんですけれども、一応ここで僕が説明したいのは、まあ、この命題が示している事実についてです。で、この命題は実は2つの事実を示しております。どういうことかっていうと、まず2の x っていう行列、n 次の正方行列があったときに、この x っていうのは実は、ある対称行列 A と、ある交対行列 B が存在して、X イコール A プラス B という形で書けるということを言っています。ですので、任意のすべての、まあ、勝手な X っていう行列に対して、まあ、こういう X イコール A プラス B を満たすような対称行列 A と交対行列 B が存在するという、この存在について言っている、主張している、まあ、命題なわけですね。一つはそうです。で、もう一つは一位性と呼ばれるもので、その一位性っていうのは、この A とか B っていうのは、ただ一通りに決まるということを言っていまして、これを別の言葉で言うとですね、この一番のこういう X に対して、この X イコール A プラス B、A と B とは別にですね、なんかある対称行列 A ダッシュと、それから交対行列 B ダッシュが存在して、X イコール A ダッシュプラス B ダッシュが成り立ってますよっていうことが、もし起きたとしましょう。で、そうしたならば、実はこの A' っていうのは A に等しいし B' っていうのは B に等しいんですよっていうことを言ってるんですね。で、数学で一位性というのはしばしばこういうことを言います。これは確かベクトルの線形独立の時にも出てきましたけれども、あるものが A というふうに表されている。かたやあるものが A' というふうに表されているってなった時に実は A と A' は等しいんですよっていうことを言うのが、まあ、数学においてそのこれは1位に、1位ただ1つだけ存在するということを言っていることになるわけです。ということで、この例題のですね、この命題の言っていることについて、ちょっと押さえておいてください。はい、じゃあ次がですね、行列の、まあ、上三角行列、下三角行列という言葉もありますので、これを定義しておきます。26ページですね、教科書26ページなんですけれども、まず、これは A がですね、N 次正方行列なんですけれども、これが上三角行列であるとは、
i が j よりも大きな i に対して a の ij が0、すなわちこれは何言ってるかっていうと、この対角成分ですね、対角成分よりも下の成分は全部0ですよと。ですから対角成分より上の成分、すなわち上のこう三角形の部分にしか非ゼロの成分がないような行列ですので、まあ、こういう行列を上三角行列と呼びますということです。で、逆に下が三角行列なんですけれども、下が三角行列は同じようにこの対角成分よりも下の方、対角成分及びその下にしか非ゼロの成分はないですよっていうことを言ってて、まあ、非ゼロの成分がまああたかもこう下の方ですね、三角形に集まっているというように見えるので、まあ、こういう名前がついております。一応上三角行列や下三角行列の注意点としては、この上とか下の基準がこの対角成分ですね、ここでこう区切られているところに注意してください。まあ、直線で言えばこう右下がりの直線みたいな感じでこう定義されているところに注意してください。あともう一つ注意は、A がもし行列 A が上三角行列かつ下三角行列ならば、まあ、A は対角行列であるということも言えますので、まあ、これもちょっと確認しておいてください。はい、ここまでよろしいでしょうか。